真面目さや優しさ、謙虚さ、時には欠点として挙げられるこの日本人の性格が、しかし確実に他の国に日本人のファンを作っていってると感じました。この日、官邸に集まったのは青年海外協力隊として活動し帰国したおよそ100名の隊員。6月12日、野田総理主催の活動報告会が行われました。社会の閉塞感を拭い、日本人の希望と誇りを取り戻すためには、決して内向きにならずに、世界に勇気する志を抱くことが極めて重要だと思います。皆さんはそれを体現をされておられます。青年海外協力隊は、現地の人と共に生活し、働き、そして同じ言葉を話しながら経済や社会の発展に貢献するボランティア活動です。発足は昭和40年、年間の派遣者数わずか40人からのスタートでした。以来半世紀近く活動を続け、これまでに88カ国およそ3万7千人の隊員が派遣されました。私は一教師としてクラスを担当し、毎日休まずに授業し、土日も講習などを開きました。声を荒げたりもしましたが、拙いラオス語で思いを伝えることは難しく、なかなかこの気持ちは先生方に伝わりませんでした。休み時間には日本のどら焼きを作って振る舞ったりするところ、講習会のみならず講師である私や、ひいては日本についても興味を持ってくれるようになり、私の帰国直前に、あなたのおかげでこんなにたくさんのことができるようになった、ぜひ来年もここに残ってもっとたくさんのことを教えてほしいと言ってくれた時には大きな達成感を感じました。協力隊が活動を通してまいた協力の種が実となり花開くのは、派遣された国の中でだけではありません。先の東日本大震災では、日本よりもはるかに貧しい国々からのご支援をいただきました。これは戦後日本が積み上げてきた国際社会への貢献、その実績があったればこそだと思います。ある日私が登校すると、校門のところで私の姿を見た先生や生徒たちが集まってきて、私を取り囲んでくれました。何も知らなかった私は、その時初めて日本で震災が起こったことを知りました。先生たちだけではなく、町中の人が、文字通り町中の人から、僕の家族や日本のことを気遣う言葉をかけていただきました。日本が勝ち得た世界からの信頼、それを縁の下で支えてこられた歴代の青年海外協力隊の皆様方の活躍ぶりを、私は大変誇らしく思っております。政府としても今後とも内向きにならずに国際貢献を続けていく決意でございます。どうもありがとうございました。